立ち技格闘技イベント、K1 のラウンドガール、K1 ガールズ2024のお披露目会見が5月15日、都内会場にて行われた。写真、K1 ガールズ2024の9人2024年度、K1 のリングに花を添える面々は、継続メンバーのキャプテンのうらら、24、副キャプテンの並北加帆、20、クラッシュガールズを5年間務めた犬島栄佐、24、 新メンバーの地図なし号、26、林レム、22、佐々木みのり、27、ソヨン、29、広瀬安優二25、三輪つき二25の9名となった。愛見中、それぞれが K1 への思いを語る中、浮上したのが1ガールズとクラッシュガールズの対抗戦。これはクラッシュ3月大会で K1 との対抗戦が行われた延長戦場で、 クラッシュガールズから K1 ガールズへの対抗戦の提案があり、ネット上で話題になっていた。キャプテンのうららは、並北はガチでしてもらって、笑他のみんなはスポーツが得意なので、パンチングマシーンとか何かであらがえたらとコメント。少林寺拳法を初段で吹くキャプテンの並北は、やってやりますよと気合を入れた。果たして K1 ガールズとクラッシュガールズとの対決は実現するのか 期待は膨らむ。K1 ガールズ2024、メンバー紹介黒丸うらら、3年連続、キャプテン1999年10月10日生まれ、東京都出身身長168センチメートルスラッシュ B88、W58、H88 意気込み、今年はキャプテンということで、昨年アワードでベストガールズ賞をいただきましたので、9名で盛り上げていきたいと思います。格闘技、 スポーツ歴、小学生の時から新体操をやっていて、全国7位まで行きました。あとは駅伝、ヨット部にいました。推しの選手、K1 の試合2年間見てきて日本人選手をしてきたんですけど、最近はクラウディオイストラテ選手です。体が大きいのに、動きが速くてびっくり。首が短めで、パンチをもらいにくい。あとは 70kg のデングシルバ選手。 ダリル・フェルドンク選手の2名を注目しているんですが、次の試合で当たってしまうので、どうなるのか楽しみです。クラッシュガールズとの対抗戦について、対抗戦の書き込みは X で見ました。波北はガチで、笑他のみんなはスポーツが得意なので、パンチングマシーンとか何かで抗がえたら。新しいメンバーにアドバイス、最初は笑顔だとどうなんだろうとか思っていたんですけど、 笑顔でいいんだよと言われたので、楽しむ感じがいいかなと思っています。黒丸並北鹿穂3年連続、副キャプテン2003年9月2日生まれ、京都府出身身長168センチメートルスラッシュ B89、W64、H90 意気込み、副キャプテンとしてキャプテンのうららを支えていきたいと思います。格闘技、スポーツ歴、 幼稚園から8年間少林寺拳法をやっていて初段まで行きました。中学生の時に全国大会準決勝までと県大会で2位に入りました。アピールポイント、K1 ガールズともう一つ、ナッツというギャル雑誌のモデルもやっているんですが、ギャルマインドが持ち味です。推しの選手、シナカリミアン選手が注目です。リューツー選手への煽り方が楽しく、 2メートルの戦いを初めて見て迫力がありました。負けてしまって、悔しい思いをして泣いている姿を見て、K1 への思いがある方なんだなと。すぐにでも試合してほしいです。クラッシュガールズとの対抗戦について、ぜひ、クラッシュガールズがやりたいなら、いいかなと。ルールは、3分 3R のルールはきついから、短めで。でも、そんな甘いこと言ってはダメなんで、笑 黒丸犬島エースがクラッシュガールズ2019、2023新メンバー1999年6月17日生まれ、神奈川県出身身長160センチメートルスラッシュ B82、W59、H89 意気込み、私は5年間、クラッシュガールズとして務めてきました。クラッシュの会場となった後楽園ホールよりも、もっと大きな舞台になりますが盛り上げていけるように頑張ります。 格闘技、スポーツ歴、私は三つ下の弟がいて、空手をやっていたのでスパーリングをやっていました。アピールポイント、高校生の時に竹井良樹選手のドキュメントを見て、クラッシュファンになり、クラッシュガールズになりました。成功したオタクがアピールポイントです。推しの選手、竹井選手なんですけど、ドキュメントを見てチャンピオンロードが感動的なので推しています。クラッシュガールズとの対抗戦について、 チームが変わった瞬間、クラッシュガールズから K1 ガールズに挑戦したいという言われて悲しい気持ちになっちゃって落ち込んだんですけど、今は心強いメンバーがいるので、みんなでボコボコにしようかなと。今は K1 魂、K1 マインドです。別人格です。黒丸地図なし新メンバー1998年1月17日生まれ、静岡県出身身長165センチメートルスラッシュ B84。 W68H88 意気込み、初めてのことばかりですが、先輩方に少しでも近づけるように努力したいと思います。格闘技、スポーツ歴、小学生から13年間バレーボールをやっていましたが、左肩を8回も脱臼しています。アピールポイント、特技はバレーボールです。推しの選手、椿原達也選手です。北斗の剣に憧れて格闘技の世界へ入ったと聞きました。 私も北斗の剣が大好きなので、リンやバットの気分になって応援したいです。